こんにちは、フェンシング日本代表の江村美咲です。皆さんは今、友達に会えなかったり、外に出られなかったり、退屈な時間を過ごしていると思います。ストレスもたまるとは思いますが、今は自分の命、そして人の命のためにみんなで我慢しましょう。私は家にいる時間が多い今だからこそできることにチャレンジしています。例えばスポーツと食べ物に関する資格を取る勉強をしたり、いつもはやらない料理をしたりしています。トレーニングではその場でできる息が上がるサーキットトレーニングや縄跳び、体の調整の運動、ビジョントレーニング、そしてたまにランニングもしています。皆さんも今だからこそできることを見つけて、この時期を楽しく安全に乗り越えましょう。